懐かしい年への手紙は、大江健三郎の長編小説である。1987年に講談社から出版され、1992年には講談社文芸文庫より文庫版が出版されている。同時代ゲーム以来8年ぶりの原稿用紙1000枚の書き下ろし大長編であり、大江文学の集大成と受け止められた。また、1994年のノーベル文学賞、 受賞時の受賞理由の文書で挙げられた4作のうちの1作である。単行本の帯には、表裏にそれぞれ以下のコピーと著者のメッセージの記載がある。物語において、その一生が語られる、架空の人物である、ギー兄さんの人物造形は、大江自身のことによると、僕自身が、そのように生きるべきであったのを大江が、 人生の様々な局面で導かれたこれまで出会ってきた多くの義兄さん的人格が合成されているということである。本書は故郷の谷間の村に世界の様々な民族信仰に見られる世界観、宇宙観である永遠の夢の時を乱す二人の人物の交換の物語である。永遠の夢の時とは遥かな昔の永遠の夢の時に 大切な何もかもが起こった。今現在の字の中に騎士にする者らは、それを繰り返しているに過ぎないという考え方である。永遠の夢の時は、作中で物語の語り手で、主人公である作家系によって、柳田国夫の用語から、懐かしい年とも言い換えられている。物語を通して、一生が語られるギー兄さんは、物語の語り手の作家系より5歳年長で、 K の修生の精神的な師匠である。ギー兄さんは谷間の村の高みの在の屋敷に住み、彼の家は天窪を含め広大な山林を保有する浮遊な家である。作家ケとギー兄さんの出会いは、10歳の K が当時15歳のギー兄さんの勉強のお供をする役割を与えられたことによる。戦時中の谷間の村で助走をして、 地里ガンを行い戦地の兵士の安否を占うというような土俗的に特殊な役割を与えられていた少年であるギー兄さんは谷間の村の高等伝承に通じており伝承による魂についての考え方を敬意に教育する。中学生であるギー兄さんは敗戦により谷間の村にやってきた新中軍の通訳を立派に務め、褒美に英史のアンソロジーを受け取った。 そこから、ギー兄さんの家へつへの熱中が始まる。ケが、大学受験に失敗して、浪人をすることになると、東京の大学を出た後、谷間の村に戻り、高等遊民のような生活をしていたギー兄さんが、受験指導に当たることになった。そこで英語の勉強に、イエつツ全集を読むことにする。ギー兄さんは、死集には、自分が生まれてくる前のことから、これからの生のすべてと、 またその後のことまで全部含まれて表現されているという。ギー,ニーさんは指導の傍ら、ダンテも現地で読み始めた。K はギー,ニーさんから将来歴史家になることを勧められる。既存の日本の歴史学会ではなく、外国の歴史学の動向に直にアクセスして、方法論を学び、谷間の村の神話と歴史を研究すると良い、という。そのために、 外国語に習熟する必要がある。大学に入ると、K は大学の検証小説に当選したことを契機に学生作家としてデビューすることになった。商業デビュー作、死者のおごりが発表されると K は、分断のスターとなり、ひっきりなしに執筆依頼が舞い込むようになった。それに応える形で多忙なスケジュールをこなしていたが、そういう状況に、軸自たるところもあった。 のにしようとしていたフランス語の学習は中途半端になってしまったし、乱造している小説の出来にも納得していなかったからである。しかし、そうした作家生活を送ることには理由もあった。経済的に自立して高校時代の友人の秋山くんの妹のおゆうさんと結婚するためであった。K の結婚当時は60年安保闘争の時代であり、 K は若き作家として政治参加をして積極的に発言、行動していくことになる。国会前の大規模なデモが行われた際は K は招待された作家、評論家の団体の一員として中国を旅行していた。ギーニーさんはその K の留守におゆうさんが K の代理でデモに参加して危険な目に遭うのではとの気憶に応納し、 やむに止まれず上京して、デモの群れの中に飛び込んでいった。そして乱闘に巻き込まれて、頭に大怪我を負う。そこで、ギー兄さんを解放してくれた、進撃女優のシュゲルさんとギー兄さんは、パートナーとなった。シゲルさんが、中野シュゲハルを引いていった、受け身は良くないという言葉に励まされ、ギー兄さんはそれまでの高等遊民の生活をやめ、 郷里の谷間の村に根拠地を築くことにする。若い種を組織し、所有する土地を提供して、林業や農業の事業を共同して発展させていくと同時に、柳田国をの著作に層を得た美しい村を天久坊に建設する。また茂さんを中心に演劇などの文化活動も行う。そういう構想である。折下も慶は、 右翼のテロリストによる社会党の浅沼委員長の視察事件をもとにした政治少年指数を発表し、右翼の強力な抗議を受け、身辺に危険が及ぶ状況であった。義兄さんは K に根拠地に移住して安全を図り、そこで谷間の村の歴史を書いてはどうかと言ってきた。K はおゆうさんと共に根拠地の見学に出向くが、しげるさんの 外部から文化人を招いて養うための根拠地づくりではない、との反対から移住は実現しない。K に頭部を大きく損傷した子供光が生まれた。K は知的に障害を負うことになる子供を覚悟を持って引き受けて生活していく、その決意を固める過程を個人的な体験という小説に書いた。その小説のラストが無理やりで唐突なハッピーエンドだとの批判を、 作家や批評家から受ける。D23 ーーはこういう書き方だと批判を交わせると、添削の手紙を送ってきた。K はその手紙を読みながら、妻とこの様子を見ているうちに、この東京の家庭で妻子を守っていくのが自分の根拠地だとの思いを強くする。D23 ーーとしげるさんの間で諍いがあり、しげるさんが死ぬという事件が起きる。事故の可能性もあったのだが、 ギー兄ーさんは殺人の容疑を認め、ケイに服することになる。根拠地の事業は頓挫することになった。ギー兄ーさんは、懲役の間、ダンテとその研究所を読み込んで過ごす。ケイはその事件と、ギー兄ーさんがすでに集めてくれていた谷間の村の歴史資料をもとに、蔓延元年のフットボールを書き上げる。獄中のギー兄ーさんと疎遠になり、ケイの生活の中心は、 息子光になっていき、K はそれを題材にした小説を次々と発表していく。服役期間を経て出国したギー兄さんは日本の各地を放浪する旅をした後、自分の父親のお手掛けで屋敷を切り盛りしていた生さんの娘のおせっちゃんと結婚した。ある時ギー兄さんが K の東京、成城の家を訪ねてきた。ギー兄さんとの会話の中で考えが生まれ、K は 谷間の村の伝承をもとにした作品を執筆することになった。そこからまたギー兄さんとは疎遠になるが、ある日、谷間の村のケイの妹朝から、ギー兄さんが危ぶまれる授業を始めて、おせっちゃんが心配している。実地に見に来て、ギー兄さんと話し合ってほしいと電話が来る。その要請を受けてケイは帰郷して、ギー兄さんと話をする。ギー兄さんは、天久保の、 美しい村の跡地を谷川に園庭を築いて水に沈め人造庫を作ろうとしている。これについて安全を懸念する下流の住民と対立が生じている。下流の住民は谷間の村の伝承でせき止めた水を鉄砲水にして村を全滅させた押し込めの復興運動が再現されるのではないかとの懸念を持っている。だが K は D 兄さんと直接話し、 超越的な世界を干渉する煉獄のモデルを作っているのだと説明され、憂えることはないと納得させられる。しかし、それではもちろん、ギーニーさんと下流住民の対立は収まらない。人造庫では、光線が湧き出し、水は黒く濁り臭い匂い,いを発し始めた。ギーニーさんが癌を発症し入院している最中、反対派による園庭の爆破事件が起こり生産が、 怪我を負う。がんの切除の術後見舞いに尋ねた経緯に、ギー兄さんは手術中に見た夢について話す。自分が鉄砲水になって突き出す。その黒々としてまっすぐな線が、つまり自分の生涯の実態でね、世界中のあらゆる人々への批評なんだよ。愛とはまさに逆の、退院後ギー兄さんと住民の対立は、さらに激しさを増し、対話の集会の開催された夜、 ギー兄さんは襲撃され、遺体が人蔵湖に浮いて発見される。おせっちゃんと朝はボートをこぎ出して、ギー兄さんの遺体を人蔵湖中央の煉獄の島に引き上げ、体を拭いて清め、青草の上に横たえた。刑が天末を聞いて想起するその情景は、ダンテの死に重ねて、清くほがらかで、懐かしいイメージである。その循環するとき、懐かしい年に向けて、 手紙を書き続ける。そのことが今後の自分の死ぬまでの仕事となるだろうと K は決意する。作品発表時の辞表として主なものに以下のものがある。ありがとうございます。